皆さんこんばんは、 MK です。ヨッシークラフトワールドパート11やっていきましょう。マウンテンランドのチャレンジグラグラ飛行機からですね。チャレンジと書いてあるので普通のステージではないんでしょうね。今までだとあの輪っかをくぐったりとか巨大ロボットに乗ったりとか、多分そういうギミックがあるステージだと思いますよ。よーし頑張っていきましょう。今回のルールはどういうルールでしょう。はい、風船をたくさん割ろう、ヘイホーを倒しても大丈夫。なるほど。飛行機は前に乗ると下に、後ろに乗ると上に飛ぶよ。え、どういうこと？飛行機を操縦して風船を割ればいいんだな。40個で花が3つ。わかりました、頑張りましょう。40個、結構だよ。40個って全部取るぐらいの気持ちでいきましょう。まずどうしよう、後ろ、待って、真ん中ぐらいに乗ってるのが一番いいのかな。ちょっと上、あ、兵法を倒しても一応点数にはなるってことをさっき言ってたんでしょうか。ちょっとその辺が分かりかねますが、上じゃない、それじゃない。 OK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  飛行機自体にも取った判定があるんだ。飛行機自体でコインに当たっても大丈夫っぽいぞ。はいはいはい。でちょっとずつ下に、おっと、うまいよ。今のところ全部取っている。あれだ、あれは、OKOKOK。 そのトゲだけ危ないね。落ち着け、卵ありがとう。はいはい、お前を食べれば卵が全開だ。上に花があるけどちょっときついかも。あー、なんとか取れました。いいぞ。そこの兵法はよくない。危ない。OKOK。 ヨッシーが危ない。いいぞ、今のところ順調だ。ミスっては、うわ、それは無理じゃない？待って、兵法を倒しても大丈夫ってそういうことか。なるほど。だったら結構簡単だぞ。待って、1個逃したバカ。1個逃してしまいましたね。あれがどう出るかだな。ちょっとハートください。ありがとう。ヨッシーで、いったんお前。後ろにあるぞ。そういうことか。後ろのあれをどうにかしないといけないのか。上にもなんかいるぞ。まずはそのプレゼントボックスを入手して、はい。いいよ。落ち着け。あいつら自体を落としたりすることはできるんですか？あ、できるぞ。あの船自体を落としてしまえばいいということに今気づいたが、どこへ行くのこれは。どこへ向かっているの？後ろ？なんか背景にありそうだぞ。落ち着け。待って、逆走なんだ今度は。落ち着け。いいぞ。下。間に合うか？ギリギリ間に合う。上、それ気をつけろ。オッケー。危ない。オッケー。下。危ない。よく今の当たんなかったね。下。危ないよし。今の当たってなかったかな？危ない。待って。ヒップだ。嘘でしょ？結構逃したぞ今の。うわー、2個取り逃したな。4個逃してるか今までの計算的には。1回逃した兵法、確か風船2個持ってたと思いますよ。待って、上に行くのが正しいと思う。それ食べちゃえばいいんだ。 OK。 なんか変な音がするよ。後ろだ。落ち着け。あれを あいつを落としてしまおう。 OK。 であいつも落としてしまおう。邪魔だ。よし。あれ案外いけるか。34、はい、123、これで30、あれいけるぞ。40個いけるな。全部取んなくても40個になるぞ。はい、花も取った。これ何個目？お、2個目だ。え、何、ボス的なのが。こんにちは、何ですか？どうすればいいんですかこれは。こいつを倒せばいいんですか？倒した。待って、それは無理。おっと、上。これでも、ダメなんだ。割らないといけないよね。そうだよね。何。え？はい、ゴールしました。花はいいんでしょ。あ、そっか、40点取ってれば花が3つで、その3つが加算されて、あ、 OK、 コンプリートです。問題は多分そうなんだよね、赤コインを全部取らなかった。あー、でもまあ1回全部花が取れてれば次は赤コインだけ考えればいいんで、まあ2、3回やれば全部取れると思いますよ。まあ今回はやりませんけどね。クリア後に余裕があったらやりたいと思います。よーし、次のステージ、ポチとマグマの海。ポチか、ポチってなんかね強いようで制限されるんだよな。マグマか、しかも大丈夫？ポチ焼けない？犬って暑いところ苦手な印象があるんですけど。よーし、頑張っていきましょう。何？それは無理だよ、私卵持ってないもん。卵あった。もう一回出てきて。なんかこのマグマ色がちょっといい色ね。いちごソースみたい。いや、さすがにいちごソース。あー、いった、何それ。なんか変な色してるね。
マグマっていう感じして、これ下じゃない？下に絶対なんかあると思うけど、ないんだ。な、あ、待って、嘘でしょ？今、あ、でもその先に卵大量生産機があるんで、あー、それで下に行けっつーのな。OKOKOK。で、赤コインも4つ取る。ここのステージもコンプリートしていきたいですね。落ち着け落ち着け。よし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 。待って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 。これさ、下に行けば下に行くほどなんか出てきたりとか、そういう話で行った。やば、体力がやばい。体力がやばみだね。なにこれなにこれなにこれ。お前だ、おら、この野郎。なになになに？全滅やられる？嘘でしょ？それは無理があるって。任天堂さん。今ジャンプしなかった？先のコインしか見てませんでした。あいつ倒せんのかな。卵5発ぐらい当たればやられる気もする。ちょっと狙ってみる。あいつが倒せるかどうなのか検証してみたいな。あー、危ない。これなんかさ、ほら、こうやって沈まないと出てこないとか言われたらもう怒るよ俺。多分あるぜそういうの。間に合わない、間に合わない気はした。よし、ここで出てきたの落ち着いて投げる、素晴らしい。で、マグマが下に行ってから取りましょう。なんかいける気もするけどね、こういうとこで無駄に食らってもダメなんで。連続で出しちゃって、落ち着け、いいよ。で、こいつだな、さっきやられたのはお前だよ。早く出てこい。ほら、ゼリーみたいな色しやがって。やられない？あ、やられる。よーし。あれ、上だっけ？上に行けば出てくるのか。その出て、上なんで復活した？それはズルだわ。復活はダメでしょ。復活はズルだよ。え、なんだこれ。あ、なるほど、そっちだ。こう来てから下だな。いいぞ。体力もできれば満タンを狙いたいけど、まあまあそこまでシビアにはやりませんよ。クリアできればいいぐらいのやつですね。 OK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 。 で、花もゲット。花はコンプリートしたいな。でもまあ最終的にはやりますよ。最終的にはもちろん全部やるんですけどね。おー、ゆぽちが出てきた。おはよう。今日も元気かい？君に乗って進みます。その針金はどういうイメージなんだろう。木なのかな。待って、そのプテラノドンみたいなやつ気になったぞ今。あのプテラノドンは絶対後で見つけろとか言われるやつじゃない？まあ後で見つけろだから今やってもしょうがないんだけど、なんか一応やっときたいよね。うわ、赤コインじゃねえしよ。しかも背景の赤コインってプレゼントボックスだけ？そこ教えてほしいんだよな。違う、待って待って待って。これは登れませんよね。あ、なるほど。一回ヨッシーで行ってからってことね。で、ちょっと待って、そこ気になるな。これ絶対なんかでしょ。赤コインか。まあまあまあ。で、ここで上に、ちょっと待って、ジャンプして上に行ったら、下に降りて、オッケーオッケー。そういうことだ。違う違う違う、ポチ違う、ポチ違う。この上に乗って落ち着け。あー、なになになに？ちょっと難しいことを言われている気がするぞ。OKOK。でって、ここに乗ってて正しいんだよ。ここに乗ってて、ポチポチポチ、まだまだまだ。その下行きたいんだよね。その下行きたいんだよね。その下行きたいんだよね。そういうことでしょ。OKOKOK。で、ポチと一緒に花を取ると。待って、ポチ。それちょうだい。それちょうだい。ありがとう。で、これで3つ目。下か。下行ける？一応ヒップドロ、あー待てよ。あ、おいおい、貴重な卵要因をやりやがって。オッケー、ここの卵入手して戻りましょう。戻って、ここ撃つ。素晴らしい。体力だけど、まあ必要だよね。ポチにこの辺は取ってもらおう。自分で行くのもしょうがないんで。はいはい、こっちおいでこっちおいで。こっから出てくるんでしょ？よーし。で、進みますよ。それちょうだい、ありがとう。で、赤コインがありますよね。びっくりした、今の。やらかしたと思った。待って、それ下か？ポチが下なのか。ポチ下行くの？ちょっと待ってね。この辺を全部やってからがよくない？ポチポチポチ。その辺で、ちょっと黙ってなさい。黙ってなさい、ポチ。あなたがミスれば私は溶岩に真っ逆さまなのです。これは何？そういうこと？こう行って危ない。こっちじゃね？こっちじゃね？あれ、いけない、いけない。ポチ、ポチ助けて。ポチ、ポチポチポチ。ギリギリ、ギリ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 。あー、待って待って、オッケー。危ないけどコインだ、やった。コインはやっただけど、あー待てよ待てよ。ポチはいないぞ。あ、いた。後ろ通ってる。ポチが後ろを通ってどっかに行ったぞ。赤コインも入手しつつ、卵を取りたいけど、その爆弾みたいなのが邪魔ですね。その下にもいるな。あいつは無視でいい。その下取りたくない？その下取りたくない？落ち着け落ち着け。
こういって、OK、赤コイン。あれ ?1 枚足りんぞ。どっかに1枚あるな。待てよ。背景じゃないか。背景のプレゼントボックスを逃してる説あるな。待って待って待って。むずいんだって、それは。ガチガチガチ。ガチガチガチ。待って待って。あと1個なの。あと1個なの。OK。多少ご利用しましたが、取れました。ポチいるね、後ろに。ポチが後ろにいるので、それを、見ながら進みま、あ、来た。ポチこっちだよ。OK、なんとか来ました。ハートちょうだい。ありがとう。満タンだな。これで満タンだ。OK、行くぞ、ポチ。こっちだ。乗ってれば大丈夫。ジャンプした。おーっと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 。あ、ポチ、ポチ助けて、ポチ助けて。いいや、もうしょうがない、しょうがない。それがね、多分赤コインだったんだけど、もうしょうがないわ。そこまで来たら。OK、OK。赤コインだったな、絶対。赤コインだよね、間違えた。あれだ。あぶ、おお、これジャンプしなくてもいいのか。乗ってるだけでいいのか。おー、取れました。花ね。あの青いやつは全部取ると花なんだよ。うわー、しょうがない。しょうがない、でも。こればっかりは。はい、ゴール。これで、体力は満タンだったような気がしますが、赤コインが1枚。赤コインが1枚と、あの、最後の、あの、花は青いコインですね。まあまあまあ、しょうがない。よーし、これで2ステージ目クリアしましたが、時間的にどうだ?もう1ステージ、やっちゃう?やっちゃいますか?お空の上のふわふわボール。何それ?ピンポン玉みたいなのを、あの、ふーってやれば、何?くるくるってなるやつ、皆さんもやったことありますよね。なんか、筒の上に、ピンポン玉置いてさ、ふーってやれば、うまくくるくる回るんですけど、多分そういうことで、そうだよね、そういうこと言ってんだよね、今回は。ピンポン玉落とさないで、急に。お、頑張って、ヘイホー頑張れ。よし。ヘイホーの頑張りにかかっているステージである。お前初めて出てきたな、地味に。今までけ、おーっと乗れるのか、そういうことか。お前に乗って進んでいくんだな。こういうとこなんかありそうじゃない？ありそうじゃない。危ない危ない危ない。やられはしないのか。大丈夫か。特に体力がなくなるわけではないのか。あいつに乗ら、あいつ猫、正面から当たったりするとダメっていうわけではないっていうことにするよ。一旦待って、なもん食らったわ。ダメだお前、信用ならねえ。食らった。やめなさい。待って、なんか子供がいる。ヒナがいる。ヒナがかわいい。かわいいけど食べちゃう。待て待て、一旦お前許さんわあいつ。こいつ食べて、しょー、なんか取った。全然意識してなかったけど、なんか取った。待って、上になんかあるのか。今ヘイホーがいましたよね。さっきのだけ、さっきのだけってことにするよ。あ、待って、それじゃない。あ、待って、今の赤コインじゃない。赤コインじゃない。あ、やらかした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 。ここにいれば大丈夫。あー、無理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 。一回落ちるしかない。一回落ちるしかない。やばい、体力がえぐい。待て待て待て、落ち着け。で、ここも、あ、危ない。やばって、やらかしてる、やらかしてる。こう、危ねえ。いやー、さっき落としたの絶対あれだよね。赤コインだよね。やったなー。でもしょうがねえわ。危ねえぞ、お前。ほんとやらかすから。下に逆回転してるコインが2枚あるんで、あれが赤コインなんですが、危ないよ。花もなんとか取りましたけど、こっからいける?いけなくね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 ?あれ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 ?こいつら乗って一回何?戻るの?そんな難しいことする？そんな難しいこと言う?待て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 。ここに乗って上に行かないといけないですか?今度は。そんな2回やらすみたいなことある?オッケー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 。これでなんとか上に行きだね。危ないよ。あいつら食らうからな。足場にもなるけど食らうからな。よして、こいつを食べて、何か出てくる。あ、青コインだ。青コインえぐいんだよな。これも取って、いいぞいいぞ。はいはいはい。青コイン、青コイン。オッケー。やっぱり青コインは確定で花なんだよ。きつ。もう逃したら絶対取れねえもんな、その辺に関しては。これ ?10 個か。ハートが良かったな。今回はハートも結構減ってますよ。びっくりした。よくらむ、危ね。やらかすわ、こういうのマジで。君君君、オッケー。で、ここ打っといて、赤コインもゲット。12か。はい、何ですか。え、本物本物本物、ありましたありました、本物が。本物、待て待て待て、やばい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 。オッケー、ギリギリ取ったギリギリでしたね、今のは。なんだ、またヒナがいっぱいいますよ。この巣がシュレッダーの紙くずみたいになってて可愛いですね。
シュレッダーの紙くずって言い方悪いか、なんかのプレゼント梱包の100均に売ってる紙のジャラジャラみたいな、何言ってるかわかる？バレンタインデーとかさ、チョコ入ってるやつよ。プレゼントボックスの隙間埋めに使うやつ、それ何言ってるかわかるかな。やりかしました。先生やりかしました。おーっと、ギリギリ助かった。今の食らったから助かった説あるよね。今の食らったから助かったのか。待って、その上、そこに赤コインがあります。オッケー。で、待って、それむずいわ、それガチじゃん。あ、一応大丈夫なんか。ずっと乗ってればダメっていうパターンではない。いいな。あ、やった。これは無理だ。これは無理です。マジか。むず。一番右に行ってからあれ割った方が良かったな。そりゃわからんて。まあ、気を取り直していきましょう。結構戻ったんじゃない？遊んでもねえか。そんでもねえな。すぐだわ。下。下に行って、落ち着け。一旦戻る。あ、違うわ。花があるんだ。花がある。こっちに行って、はい、いいよ。一旦下行けば、やばい。やった。ありがとう、下に来てくれて。危なっかしいんです、私。これ乗って、待って。ここからじゃ行けんじゃない？ここから行けんじゃない？オッケー、ギリギリ。危ない！いいんだよね。そっちの上には何もなかったっていう解釈で行きますよ。もう間違ってたらごめんなさい。なんだっけ、これ。青コインだ。青コインはいける。今回のこれはいける。これは簡単。比較的。その一番上、オッケー。花は今んとこ逃してないんだよね。そうだよね。問題は体力と赤コイン。赤コインはもう無理かもしんないな。はい、体力ありがとう。体力大事よ。ここなんか出ましたよね。そう。はい、食べて。たらこの下にありますね。はい、オッケー。出た。食べて、落ち着け、食べて。で、食べる。オッケー。これだ。落ち着き、あ、これ配置は一緒なのかな、毎回。ぽいな。毎回ランダムなんじゃなくて、配置は一緒っぽいですね。はい、で、梱包に使うジャラジャラのところに来ましたよ。梱包に使うジャラジャラってあれなんていうの？緩衝材？芳香剤じゃねえわ、間違えた。芳香剤じゃなくて、緩衝材でいいのかな。でも緩衝材なんてめちゃくちゃ意味広いよね。プチプチだって緩衝材でしょ、言ってしまえば。プチプチってわかるよね。アマゾンで買い物したら包まれてくるやつよ。プチプチってこう押して楽しむ。やべ、やらかしました。先生、助けて。あ、ギリギリ。うわ、なんで食らったの今の。なんで食らった今の。それ食らうことある？こう、それ取りたいな。先生、それ取りたい。無理かな、取れないかな。これ、君が上にこう頑張って行ってくれれば、取れる説。ありがとう。で、結構右側に行ってから、もうそいつだな。そいつに乗ってから割りましょう。はい。で、こっちから行きます。落ち着いてください。落ち着けば行けます。待って、真下です。真下は無理です。真下は無理だ。バカ、そういうことか。しかも今、1個発見したぞ。こいつずっと乗ってれば上行くわ。それさ、あれでしょ、パタヘイホーじゃねえや。パタメットか。ニューマリンに出てくるパタメット。あれと一緒だ。うわー、それ早く教えてくんないとわかんないよね。それ絶対赤コイン。そういうことなんだよな。むずくね、その形式。なんでこんないっぱいいる？気持ち悪いぐらいいるんだけど。シロアリかと思った。全部食べて、OK。これもゲットしておきましょう。うわー、きっつかったな、さっきの。さっきの的当ても花だよね、多分。落ち着け。あ、大丈夫か。こいつ、そうだな。ずっと乗ってればいいんだ。ずっと乗ってればいいんじゃん、もう。先に言って。ずっと乗ってれば上行くよって、こう、顔に書いといてくんないとさ、わかんなくない？いいかな、危ね。これ出たぞ。こいつずっと乗ってれば上行くから。で、花取るけど。オッケー。そうだよな。結構逃してるよな。落ち着け。あんたか。オッケー。こう行って。上になんかないですか？あるよねー。ある気した。こう行って2枚足りない。しょうがない。背景かな？ 2 枚ってもう。背景の、プレゼントボックスとかよく、2、3枚赤コインが出たりするんだけど、
背景のプレゼントボックスを逃した説が濃厚かな。むず、収集要素がむずいんだよこのゲーム。てかヨッシーのゲーム全般、ヨッシーのゲームってそういう作り方してんだよね。コース自体は難しくないんだけど収集要素が難しいんだよ。よーし、これでマウンテンランドはコンプリートですか。で上と下どっちか選べるんですが、今回は上にしましょう。フォレストランド、お、松ぼっくりだ。はい、元気が出ない、10個あげる。いや、あげちゃう。今までみんなにあげてきたから君だけにあげないわけにいかない。あげちゃう。松ぼっくりとかどんぐりとか木ですね、木の葉とか、まあこういうのでねクラフトするものもありますから、あのクリスマスツリーとかね、ああいうのは自然のものを使って飾り付けをするんですが、すごいステージだ。はい、フォレストランド。よーし、じゃあ次回フォレストランドの一番最初のステージなんて言うんでしょう、どっちが重いどんぐり広場からやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。